別府競輪で行われているオランダ王国友好杯決勝の展開推理していきたいと思います。まずスタートですが、内枠勢ですね。まあ、松浦選手、左内枠1番。ここはちょっと位置を気にして前踏んでくるのかなと思います。ただ1番スタートをここ取りたいなっていうところで阿部選手ですね。地元阿部選手、スタート取りにね、内枠2番。行くかなと思います。でやはり中釜選手の番手入ってる古性選手も内枠3番ここも出てくるかなと思うんですが、まあ勢いよく阿部選手が出てくれば一旦松浦選手ここは阿部選手がスタート取るなと思えばねその後ろにつけられるのでレースの動き始めは阿部選手がスタート取ってその後ろを取る松浦選手そしてスタート取れなかったところで後方から攻めることになる近畿という形でね並ばせようかなと思います。そうなるとスタートを取った阿部選手のところ九州3社が前受け松浦選手岩津選手の中国2社が中段にはまって後方から中釜選手が前を引く近畿3社で短期の達夫選手は後方から見て動きたいかなという並び。そうなるとこういったね並びでレース進んでいくのかなと思われますね。さあカバン周回でもう後ろ攻めになった中釜選手はね、ここはもう勝負仕掛けるしかないと思いますので、ここからね、一気にかまして、伊藤聡馬のところトライにね、行くかなと思います。まあ、武藤選手はちょっとね、後方で、前の動き見ながらね、動いたのでもいいかなと思うと、ちょっと中国2車体に切り替えてる可能性あるかなと思いますね。さあ、まず中釜選手の仕掛けに対して、伊藤聡馬が、ここはね、やはり、突っ張り先行。とにかくスタート取った阿部選手のね、前行きから伊藤聡馬が突っ張りだと思います。で、そこからね、中釜選手もね、準決勝では一旦中段ハマって自在に動いた形になりましたが、ここはもう、ラインもね、3分線というところで、ちょっと昨日はね、後方から、細切り4分線でね、逃げたところがあったから位置取れたかなっていうところだったんですが、今回に限ってこれもう、後ろ松浦選手がしっかり抑えて、で、前は伊藤聡馬かけて、っていうところで、もうこうなったら位置取りも何もなくなってると思うので、まあ、あとはとにかく、古性選手番手ハマってるので、まあ、もう中途半端な動きはできないぞと。とにかく伊藤聡馬がかけるんだったら、そこを叩きにね、中釜選手がスピード出してくるのかなと思います。で、ここがそうですね、やっぱり叩き合ってるとですね、この伊藤聡馬選手のところが前受けだったら、内側走れる伊藤聡馬がかなり有利になるので、ここ叩き合ってると古性選手が、このね、中釜選手の後ろを嫌がって、阿部選手のところを取りに行く動きで、この伊藤聡馬選手のところがね、古性選手と阿部選手、ここはね、ちょっと競り合って、もつれる形になるかなと思います。まあ、古性選手も位置取りシビア。ただ、阿部選手はやっぱり地元記念なので、まあ、古性選手がね、横にいれば必ず来るかなっていうところだと思うので、ここ譲らず、ちょっともつれる形になってくる。でそうなってくると、もう最終回入ったところでもう前段かなりもつれる形で。で、ここ二つもかけてて結構スピードも出てて、ここをそのスピードが出てる中で横の動きとかやってるとかなりここの番手も足使っちゃうと思うんですよね。位置的に良くても。で、そうなってくると最後、最終周回へ松浦選手ですね。もう2コーナー出てから一気にね、まくり一発決めてくるもつれたところを、しっかりね、見て出てこれるかなっていうところはここですよね。で、結構、ツモですね、おそらく、古性選手と阿部選手あたりがかなり吸い込んでる。人気上げてて、結構松浦選手のところが、今回ね、売れなくなるんじゃないかと思うので、この流れだったら、もう叩き合いの中、番手もつれてるみたいなことになると、松浦選手もかなりまくりやすいかなと思います。まあ、バックはともかく、最終センター入る前ぐらいにはね、松浦選手も切り替えてきて、岩津選手連れてね、できってくれるのではないかと思いますね。最終2センター、もうここで松浦選手がしっかりね、まくり決めて岩津選手とできってくれて、その後ろあたりに短期の武藤選手、そしてちょっともう前段かなりもつれたところの、浅井選手とかも、松井選手っていうのも、ここも、もうやはり、地区的にはちょっとね、違うというところで、もう前段もついてるなら、早めにね、松浦選手が行くところに合わせて切り替えて、来れるところかなと思います。で、まあ最終的に松浦選手ですね。グランプリ圏外で、もう記念レース、ちょっとでもね、優勝して、取ってね、グランプリ圏内上がりたいと思うんですね。なので、最後はね、かなり、
踏み込み、いつも以上にね、縦踏んでくるのかなと思います。そこをね、やはり番手についてる岩田選手、昨日はね、しっかり松浦選手の番手から切り替えて、一着取ってるところ、H1 さえ良ければね、別府、ちょっとね、みなし直線長いので、やっぱ差し切りっていうところもあるのかなと思うと、岩田選手の頭っていうのを踏まえて買いたいところなので、1、2着折り返したところですね。1、4折り返しの3着候補が、短期の武藤達夫選手がその後ろから来れるかなというところ。ね、そっから他はちょっと前段もつれていると考えると、まあ3番手の選手ですよね。まあ十分ここの上、松井選手、浅井孝太選手ね、しっかりね、切り替え、うまい選手たちが3着候補というところで、5、7、9ですね、3着候補。まあとにかくこの番組ね、ちょっと若手前を引くね、若手っていうのがとにかく欠けそうな番組だなっていうところですね。まあ中釜選手もね、まあ古性選手、昨日もかけるつもりで突っ張りしたと思うんですが、昨日はちょっと展開、向いて10段潜れてそっから出てきて自在に動けた中釜選手ですが、まあここはちょっともう位置取りも何も昨日みたいには展開向かない番組かなと思います。そして伊藤壮馬選手もね、ここはまあ地元阿部選手スタートを取りに行くっていうところをね、意図っていうのを汲み取れればしっかりねもう前行くから、もう他の自力はね中釜選手だけなので、中釜選手しっかり抑える動きっていうのをねしてくれるかなというところでね、まあ今回は叩き合いみたいな形から松浦選手のまくりごろかなというところで展開を推理してみました。まあ正直ね、あの地元だから阿部選手、注目に置きたいところでは個人的にはあるんですが、叩き合いだったらこの流れかなっていうところを今回動画にさせていただきました。もちろんライブ配信の方では別のね展開っていうのもちょっと考えてね、他にも狙いそうなところあればこれとは別のね狙い目っていうのをライブ配信の方で考えていきたいと思います。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。